東三条院後、藤原金家邸、京都市中京区を始考時通り、鎌座西北角、藤原金家は、平安時代中期の苦行、藤原北家、右大臣、藤原諸助の三男。官位は、十一位、摂政、関白、大城大臣。策略によって、花山天皇を退位させて、娘が生んだ一条天皇を即位させて、摂政となった。 その後、右大臣を辞して摂政のみを官職として、摂関の地位を飛躍的に高め、また子、道高にその地位を譲って、世襲を固める。以後、摂関は、喧嘩の子孫が独占し、喧嘩は東三条を大乳道殿と呼ばれて、尊重された。兄、金道との激しい確執や、室の一人に、影老日記の作者、藤原道綱母がいることでも知られている。同天城の後、 天略二年に十五位下二女され、翌天略三年には、昇殿を許された。村上天皇の時代には、左京大部に、東宮助を兼ねた。後方四年、霊勢天皇の即位に伴い、同母の時系、金道に代わって、倉人頭となり、左小野へ中将を兼ねた。翌安納元年には金道を越えて、十三位二女され、さらに翌安納二年には三義を経ずに中納言となる。 クラと頭とは通常四位の勘とされて辞任時に三議に昇進するものとされていた。しかし、喧嘩は十三位に達し、さらに中納言就任直後までその職に止まった。これは、長兄、これまさの政権基盤確立のための宮中、小悪政策の一翼を喧嘩が担っていたからだと考えられ、アンナの変に喧嘩が関与していたとする説の根拠とされている。その後、娘、 長子を受大させるのを黙認してもらえただけでなく、天独三年には肖像くらい大納言に引き立ててもらい、さらに右この絵大将、あぜちを兼ねさせてもらえたほど、喧嘩は、摂政となったこれまさから徴用された。その結果、時系金道を簡易で上回ってしまいひどく恨まれた。同年、重病のこれまさが辞表を提出すると、翌日には散大した、喧嘩と金道は、 後任の関白職を望むあまり、遠友天皇の御前で抗論し出した。金道から、関白は、よろしく兄弟愛を呼ぶべしとの遠友天皇の聖母、安子の遺言を禁じられた天皇は、更新熱く遺言に従い、金道の内乱を許し、ついで関白となした。金道から妬まれていた、喧嘩は不遇の時代を過ごす。長女、長子に、冷静上皇との間に生まれた、 伊佐田新郎に恵まれただけでなく、次女、戦士まで、遠友天皇の女吾に入れようとする喧嘩の目論みは、一段と、金道からうとんじられて、遠友天皇への残言に遭い、退けられた。その上昇進も止められてしまう。映画物語によれば金道は、できることなら、九州にでも移してやりたいものだが、罪がないのでできないと発言している。上限二年。 渋滞に陥って伏している金道の屋敷では、喧嘩の車がやってきた、との家人からの一報を受けて、迎え入れる準備を整えていた。ところが喧嘩の車は門前を通り過ぎて金利へ行ってしまった。仲の悪い兄弟であっても見舞いに来たかと思っていた。金道は激怒して起き上がり、秒針を押して散大して、最後の地幕を行い、関白を藤原頼忠に譲り、喧嘩の右大将、 アゼチの職を奪い、事務境に格下げした。ほどなく、金道は、隠れ御した。余計な怒りを買った、喧嘩は超過を献上して、失意のほどを、遠融天皇に伝えたが、天皇からは、稲船のと、しばらく待つように、との意の変化を受けたという、公認の関白のより板だから、天元元年に、右大臣に勧められた、喧嘩は、平等に復権された。また、翌年には、 父の遺志を継いで、天台座数元源と共に、延暦寺横側に、絵心院を混流している。かねて望んでいた、戦士の受代も叶い、海人神皇に恵まれた。戦士を中宮のに立てることを望む、喧嘩だったが、天元五年、よりただの娘、従う子を中宮のとなした、遠友天皇に失望して、以後、戦士、海人神皇ともども東。 三条殿の邸宅に引きこもってしまった。さらに、憂慮した遠友天皇による東三条への使いに対し、ろくに返答もしないありさまだった。栄冠2年7月、相撲設計を海人新王に見せたいと望む遠友天皇からの三代の求めに、喧嘩は病と称して応じない。なおも天皇から死者を送られたため、喧嘩はやむなく三代した。そこで天皇から、 陳は在位して16年になり、位を東宮に譲りたいと思っていた。その後は海人を東宮にするつもりだ。陳の心を知らずに不平を持っているようだが、残念だと悟された喧嘩は、はなはだ喜んだ。約束通り、同年8月に、遠遊天皇は諸貞神皇に位を譲り、海人神皇が東宮に建てられた。喧嘩は関白を望むが、 よりただが依然として在任中であり、しかも調整は天皇の外王子の剣中納言、藤原義親が取っていた。花山天皇は公職な上に情緒的な性格で、長愛していた女王、藤原志士が休止すると絶望して世を捨てることさえ言い出していた。もしも花山天皇が退位すれば海人親皇が即位となる。そこで喧嘩の三男道金か,から出家を。 しきりと進められた天皇もその気になってしまった。カンナ2年6月22日夜、喧嘩に仕える源のよりら武士に稽古された天皇は、道金と共に金利を抜け出してしまった。天皇の姿が消えて、大騒ぎになっていた代理を帰りず、二人の逃亡先である山品の元領寺で、まず天皇が、低発出家した。ところが道金は、 出家する前の姿を最後に父に見せたいと言い出して、去ってしまった。天皇は欺かれたと知ったがもう手遅れであった。翌朝、中納言義親と、検査中弁これしげが、元行寺に駆けつけるが、そこにいたのは、小星の姿になってしまった花山天皇だった。策略は成功し、海人親皇が即位した。喧嘩は、天皇の外戚となり殺生、死長者となる。天皇の外祖父が、 摂政に就任するのは、人身最初の摂政となった藤原義久以来であった。ところが、当時右大臣であった、喧嘩の上官には、全関白の大乗大臣よりただと、左大臣の源の正信がいた。特に正信は、遠雄天皇の時代から一条の職務を務め、法王となった遠雄の信頼を背景に、大上官に大きな影響力を与えていた。 さらに、頼忠も正信も、好位継承可能な有力皇族との外籍関係がなかったために、無本などの罪を着せて排斥することもできなかった。そこで、喧嘩はこの年十1位、順三宮の待遇を受けるとともに、右大臣を辞して、初めて前職大臣身分の殺傷となった。右大臣を辞した、喧嘩は、頼忠、正信のび領過量の地位を脱却し、順三宮として、 他のすべての人心よりも上位の地位を保証されたのである。また、一条天皇を本来は一氏族である藤原氏の氏神に過ぎない、春日社へ行行させたり、道高や道長ら自分の指定を苦行に抜擢し、弁官をすべて自派に差し替えるといった強引な人事を行ったり、自定東三条殿の一部を代理の聖行殿にもして建て替えたりして、自流の地位を 他の国へとは隔絶したものに高めた。その一方で有能な人材の登用、官僚機構再生のため申請の発布、梅の宮祭、吉田祭、北の祭りを交際と定めて、主祭の神社を国家祭祀の対象として、加え後の22社制度の基礎を作るといった、一条朝における政治的安定にも貢献した。英祖元元、園遊法の反対を押し切って、 長男、道高を内大臣に任命して、律令政史上初めての大臣四人制を実現させ、さらにこの年に、よりただが皇居すると、その公認の大城大臣に就任した。翌え祖二2年の一条天皇の元服に際しては、果敢役を務める。これを機に関白に任じられるも、わずか3日で病気を理由に、着男、道高に関白を譲って、出家。 如実と合して、別邸の二条京国殿を、奉公院という寺院に、改めて居住したが、その二ヶ月後に病没した、去年六十二、後に、喧嘩の家系は大いに栄え、いつを、道長の時に前世を迎える。喧嘩は、左中弁、藤原在国、宇宙弁、平これ中を信任し、マロの左右の目であると称した。また、巧妙な武士の源の頼光が喧嘩に使え、 名馬三十頭を献上している、打福美子を花肌信じ、同性すべて彼女の言葉に従ったとも言う、苦行部人による、ありがとうございます。